あなたの役職は霊能者です。霊能って潜伏してる方が良かったんだっけ、このゲーム。明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。まあそうですね、基本的には役職者が出て何をやるか決めていくのがいいかなと思ってますが、まあ1周目の発言っていうのは、まああんまりそこまで参考にせず考えようかなと思っております。そこまで、なんか発言が伸びるか伸びないかって基本的に役職者が使用してからの人の方が絶対的有利だと思うので、それより前の人たちっていうのはまあなんか正直無理やり喋ることがほぼ全てかなと思ってますのでって感じです。2周目から考察します。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営でした。僕一番の心象悪いですけどね、はい。なんか役に関して自分自身が触れていくとか、まあ一周目の発言聞かない、あんまり印象には泣かないが、俺ね、一周目の発言ってファーストインプレッションは大事だと思ってるから、そこで白加点、黒加点ってあっていて、村視点で初週で黒かった場合って、客観視した時に、はい、お前に言ってることおかしくねってなるやつ多いから、そこまで柔軟な思考できんなら、一番の二周目聞きたいかなと思ってるし、二番は怪しいやつ、馬号が叩きいきます。俺、叩くことが村要素じゃないと思っているよ。まあ、現状3番の白酒だからこれ以上触れないけど、前の発言を拾って、その叩きが不当化って、すでに潜伏のデメリット。2番視点、僕に言われたことが、真っ当じゃなかったら言い返せばいいと思ってるし、真っ当だったら飲み込んで、自分がどう精査していくかって知っていくのが、議論活性化になると思ってる。マジ無駄だよな、俺に対する考察。俺、霊媒したからな。はい、使用内です。直近4番さんの1番さんへの叩き方にちょっと違ってるなって思うところがある。ちょっと俺中心で1番さんが役に自分から触れていってって言いましたけど、1番さんって役に自分からは触れていってなくて、役が出てやること決めればいいんじゃないぐらいしかおっしゃってなかったと思いますけど、まあそれで4番さんが真っ黒になるわけではないけど、ちょっと心象が悪かったかなと思います。3番さんは1番さんに対して精査不能といって色を落とそうとしていない人物と置きました。3番さんがその1番さんをどう見たのかっていうのが知りたかったですね。色を落とそうとしていないのか、色を落とさなくていい人なのかとか、まあ一番さんに関しては僕は20秒残して狼じゃやんないかなぐらい。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。自分は5番さんは別にだけど、一番さんは結構印象悪いかなと思ってます。自分村がごめんなさい、本当にそれだけ釣られるようなことしたくないから、そのなんていうの、20秒残すとかいうことしないと思うし、できるだけ自分の考えとか落とそうかなって思うし、で、なんかその1周目の発言拾わないとか伸びないとか関係ないみたいな一番さん言ってたけど、なんかそれはなんか、まあ一番さんがどうだった場合、その相方があんま伸びなかった時のことを考えてんのかなとかちょっと考えたかなって思った。一番さんの印象は悪い。4番さん一番さんのハーフ漏れあったけど、俺の印象は俺のことか、ハーフ漏れ程度だから別にそんなもうそれで終わりでいいかなって思う。うん、熊さんは別に自分と意見はちょっと違ったけど、145の中で言ったら一番印象はいいかなって思った。以上です。プレイヤーが発言します。そうですね、2番さん白です。占い師をします。2番さん白、はい。対抗の3番に関してはどうなのか今日なのか全くわからないんで、とりあえず置いておきます。で、まあみんな、まあ1番さんが叩かれ1になってるけど、どうなんだろうな。別に1番さんは、俺はそこまで
印象悪いとかでもないかな。本当に申し訳ない。トップバッターだし、やっぱ役が出てから精査するものっていうふうに一番さんは言ってたから、うん、まあ一番さんが一周目回って発言は伸びると思ってるからさ、二周目もそんな感じだったら、まあ一番さんがちょっと釣り茶上がっちゃったかなと思ってます。まあ4番さん6番さんに関しては、6番さんは4のほぼほぼ同じこと、5番さんが今のところ一番、8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ1番さんは2周目でいいと思ってますよ。はい、5番6番が気になったかなと思っていて、4番が一番白いかなと思っている。俺も7番が占い仕様で2番に白をぶつけるまでは2番の発言は少し違和感があった。しかも2番の中で1番の精査を全く怠れへんとこが2番って狼探す気あるんかなと思ったから、4番が2番に振りに行った点、違う点やが振りに行った点が4番がめちゃくちゃ村っぽく感じ、1番に対しての圧力も4番が村っぽく感じた。5番が4番に対する指摘はおかしいと思っている。6番が1番に対しての精査が違和感でしかないと思っている。6番さんっていうのは1番さんが20秒残して村やったらしないって言ってるが、じゃあ狼やったらするんかっていう話やし、なんかあまり狼を探してるような目線ではないかなって6番に思ったから、釣り長5番6番かなと思っている。1番2周目、はい、9番の発言も大事、4番が1番村1やと思っている。2番が怪しいと思ったが2番が現状か、ケバ許した俺のこと、3番7番だけ、もう9番が霊媒師をした、俺から絶対釣られるし9番進格するかもしれない。はい、おはようございます。 CO はないですね。あ、3番に関してはまだ分かんないですけど、3番さんの1番さんに対する殴りは結構不当かなって思いましたね。3番さんは1番さんに対してあんま色落とす努力をしてない人物って言ってるけど、1周目だからしょうがなくないって思いました。まあ6番さんぐらいの位置で分かんない分かんないって言ったら、まあ色落とす努力してないっていうのは分かるけど、1番さんって初手だから逆にどうやったら色落とす発言をできるのかなって思いましたね。今のところは6番さんを釣りたいかなって思いました。6番さんは、まあ、1番さん印象悪いって言って、まあ、20秒残さないだろうって言ってた、プラス4番さんは把握漏れ程度だからって言ってたけど、20秒残す人と把握漏れしてる人だったら純粋に把握漏れしてる方が黒く見えると思うんだけどな。でプラス6番さんって5番さんと結構真逆の意見言ってるのに、でも5番さんが一番印象悪いっていうのがあんまりしっくりこなかったです。はい、以上。まあ、あの最初に謝罪から入りたいんですけど、私あの霊媒師です。潜伏1周目した方がいいとかいうわけわかんないゴミみたいな論があるのでやってみたんだけど、やっぱり意味ないね。こんだけ話題かっさらってたら本当出とけって、今クソイラついてるやつらがこの中に1人2人ぐらいはいてもおかしくないからと思ったけど、まあやってみた結果マジ意味ないなと思いました。まあ全員に謝罪します。申し訳ございません。なんか議論時間俺に消費してることがほぼ無駄だったなと思ってるんで、まあ初日の1周目全部自分のせいでかっさらってしまったと思ってるので、まあ気になったのは俺の誕生日6番ですよ。6番が自分が潜伏してたことを棚に上げてね、こんなゴミみたいなことを取ってることを棚に上げてちょっと6番に指摘するのはものすごく心苦しいんだけど、その20秒を残していたから黒要素っていうのは、まあ黒要素にはならないと思うんで、もしそれがね本当に正しいと思ってるんだったら、まあ他の人たちにも言ってみた方がいいと思います。あんまり誰にもしっくりくる論じゃないですよ。秒数が残っているから狼だっていうのは、じゃあまあ8番が言ったけど狼だったらじゃあ消費しないのかっていうのもあるし、じゃあまあ6番さん自身が延長をして最後の最後まで話が切れるまで、じゃあまあ生存してる限りは永遠に喋ってください。まあ秒数が残らない方が白要素だって、逆を返せば秒数を使い切っている人間が村要素だと考えているのが6番さんだと思うので、6番さんは追加もして永遠に考察をずっと被ることなくね、しかも違う要素で全部出していってください。よろしくお願いします。2番